ここは夜な夜なプロ野球 OB がやってきてはあの頃の野球の話を魚に飲む居酒屋。こんにちは。どうも斉藤まさきです。OBTV。 何飲まれますか。最初は生でお願いします。はい、どうしたどうした、泡どこ行っちゃったんだよ。泡飛んでたんだよ。泡飛んでたんだよ。どないかんだよつってね。はい、 OBTV 乾杯。乾杯。 OBTV 今日もやってます。いただきます。今日のテーマは、はい、平成の大エース斉藤まさきの凄さを語ろうです。おお。斉藤さんだぞっていう感じだね。ちょっと熱の斉藤さんだな。いやもう我々の中では斉藤ですっていうのはもうそうですね、はい、うん、もう斉藤です。斉藤さんの声がそうあのすごいダンディーな声っていうのはてて、これちょっと太いんだよね。はい、うん、結構あの同級生の友達がやってたでしょ。もうあのね、もうヒーローインタビューがすごいんだ。そうなんですね。斉藤です、どうもありがとうございます。これずっとやってた俺も。嫌っていうぐらいさ、インタビューを、ヒーローインタビューをね、聞かされてたんで、あ、何がないかなって思ったら、シャルルースって、ありがとうございますって、ありがとうございました、ありがとうございますって。それも、選手時代にやってたの。そりゃそうですよ。だって、どれだけ勝つんですか。ねえ、流れさん。はい、そこの話は僕はちょっとお隣さんなんで、はい、あまりこう大きい声で地元帰れなくなるんで、もう大人気なんで。お隣さんっていうのは、どういうことですか。自宅がまさかの隣なんですか。そう。本当の本当にお家がそんなに近かったら斉藤さん呼んでくれればよかったじゃないですか。そうさ、もううちの町斉藤さん大人気なんで、斉藤さん大人気、奥さんも含め大人気なんですよ。ですね、僕はちょっとあんまりこうもちろん先輩だしね、うん、あんまりちょっと大きい声でそういうことを、ね、言うとね、ちょっと地元帰れなくなるんで、僕はちょっとそこは。トラブルになっちゃいますね。大変です、石投げられますよ。斉藤さんの悪口言うなっていう流れになる、はい、今日はね、凄さを語る日なので、ね、はい、うん、はい、いやもう、まあ、成績がね、もう素晴らしい成績、すごいですよ、はい、生産成績、うん、そうね、まあ、200勝前にね、はい、みんなでね、引退しちゃったんですよね。うん、そうですね、うん、まあ、200勝に一番近い男だったのかなという感じがしましたけども、はい、まあ思いっきりかぶっているんで、はい、僕もろ かぶりなんで、はい、僕が勝ちたいと思っても斉藤さんがね、全ての成績を持ってってしまったっていう時だったんで、お前がエース対決、いや、それね、僕ね、いや、それね、ダメさん、僕意外と巨人戦下げてたんですけど。で、対戦したとしても、本当にあのね、昔は7時から、うん、中継だったじゃないですか、うん、その前にノックアウトされるっていうのは、もう大体の流れだったんで、もう唯一でしょ、1990年のあの開幕戦、うん、まあ、後々疑惑のアーチと言われる、うん、その開幕戦で、社長さんと投げ合った。で、僕は延長10回、11回まで投げたんですよ。斉藤さん6回、7回で降板ですから。珍しいですね、関東のイメージが多い。珍しいのは、もう開幕戦だったんで、まあ、その時3対1とヤクルトリードしていたんで、うん、まあ、僕は本当に長いイニング、まあ、その時は僕も分かったんで、うん、なぜか、まあ、勝っている斉藤さんに、なんか投げ勝ったなっていう感じはしましたね。それは自慢だね。今、自慢というか、それで、まあ、テレビの、ね、解説者とかこれで、ね、斉藤より長く投げたんだから、うん、これ自信持ったでしょうとか言うけど、はい、もう全然そういうことは思わなかったですね。だからもう一時でもなんか勝ったっていう気持ちは嬉しかったですけど、開幕だしね、はい、大きいよね。つまりその前にその89年90年で20勝してると思うんですけど、そうですね、そうですよね、そうそうそう、2年連続20勝もうだからね、その89年で90年ですから、僕も投げ勝てるとは思わなかったです。あ、そうなんですね、はい。それでまあね、昔は斉藤さんは野手でも成功したんじゃないかって言われるぐらい、そうなんです、っていう説があるんですよ。まあ僕らも4つ目だったんじゃないですけど、はい、ただ本当にサイドハンドにして大正解だったんですね、うん、オーバースローだった、オーバースローっていうか上から投げるからサイドになってたんで、プロに入ってから
はい、うん、まあアドバイスがあったんでしょうね。それでサイドハンドでストライクを取れる、でまた斉藤さんってすごいコントロールがいいんですよ。その短時間の中であのピッチングフォームを固められたことがすごいですよね。あ、確かに。なるほどね、はい、ピッチャー目線ね。ピッチャー目線で、うん、サイドって難しいですよ。89年でしょ。89年入団1年目なんだ、中根さんの、うん、俺が入団1年目。あ、俺で89年90年でしょ。20勝ね。でもう俺もう、まあ、まだ大学出たばっかりで、よくあの大学時代なんかゲームしたけど、サイトと使ってたんすか。まあ毎回使ってで、あのゲームのボールがすごいわけよ。もうえらい曲がるんですよね。曲がってまっすぐバーンって、してやっぱ一番強いの。まあ機能としては最高ですもんね。うん、ほんでそ の, あのゲームの映像のまま試合も俺見てた。斉藤さんの同級、俺もうプロ1年目入ってたけど、斉藤投手すげえなこのボールっつって。僕ピッチャーだけど、バッターボックス入ると本当に背中が通るような、そんなこと、そういう感覚なのよ。サイドとハンドです。で当時の三本柱って言われたら槙原さんだったり桑田さんだったり、オーバーハンドじゃないですか一応ね。だから僕がピッチャーでも槙さんとか桑田さんの方が球はもちろん速いんだけど、当たるような感じをしたもん。斉藤さんは横から来て、ええそこから来るみたいなって言ったら、僕がバッター目線だったらすごい嫌だったんですよ。サイドハンドっていうピッチャー、それにあのコントロールが非常にいいんで。で右ピッチャー、右ピッチャーのサイドスローだったら左バッターに弱いイメージあるけどね。そうで、野村監督が入ってきて、やはりその89年の斉藤正樹を見てたと思うんですよ、野村さんが。それで斉藤正樹を攻略するのは左打者だっつって、ヤクルトは左打者をバーって並べたらそれが成功した。でその後、まあ斉藤さん切れ上がった、あの開幕戦の小早川さんの3連発がまた生まれたりするわけじゃないですか。それはだから斉藤正樹にはもう絶対に左バッターが有効だって言い出したのがノムさんなんですよね。なるほど。その時はレギュラーを外して左バッターを、左バッターを杉浦さんとかもうバンバンやったんですよ。だって3塁に開幕戦広沢克実ですよ、池山さん8番バッターですよ。まあ、右があの広沢さんと池山さんと僕しか、まあ、ピッチャー、ああピッチャー、はい、まあ、池山さんと広沢さんは右の主力なんで外さずに、うん、だけど打順は池山さん8番です。へ、はい、それを左打線を並べたっていう、まあ、それ攻略方法として、ね、そういうのあったのかな昔。いやそれはもうノムさん、ノムさんがそこから始まったんです。ノムさんが1990年からですから、まあそのあの野村スコープで見てたんじゃないですか。あ、これはもう絶対左バッターだなっていうのを編み出してたんですか。だからそのぐらいに野村さんが来なかったら斉藤さんもっと勝ったかもしれない。そうですね。そういうことです。史上4人目の沢村賞3回受賞、3回も受賞していいのよ。最多賞は5回。そうだよ。すごい。もうお隣さんすごいんだから。お隣さんすごい。お隣さんの家はすごいですか。すごいですね。あんまり、ね、個人情報はね、なかなかあんまりそうですね。お前意外にしろっつって、ま、地元から福島県は大変なことになりますんで、僕も、うん、中根さん何かそういうご近所さんっていう感じでプライベートの姿とか見ることはあるんですか。うん、当時ね、もうあのユニフォーム脱いでるとかなんかいう時に、うん、こうゴルフなんかで朝例えば6時ぐらいにこう家の前通ったら、うん、こう斉藤さんがこういたり、どうもーっつって、あ、違う、それはない。今ちょっと違う、今長嶋さんだった。いや、長嶋さんですよ。今長嶋さん、まあ、何回も言いますけども、あの世界、ね、U23 で世界一になったんですよ。うん、そのヒーローインタビューでいきなり言いましたよ。だから優勝おめでとうございますっていう、っていうのあれだったから、そしたらいきなり、どうでしょうお前待てよ、お前やりたかったんだろ。いや、本当に。俺その中継を、うん、あの実況が解説しましたから、おうおうおう、もうおかしくて、ね、まあ、これも斉藤さん監督になった方がいいんじゃないかと本当思いましたもんね。結構ねダンディーなイメージもありますしね、うん、そう、あのコーチ時代はもう本当にあんまり喋んなかったんですよ。喋ってくれなかったんですよ。そうなんだ。
言葉ちょっと悪いかもしれないですけど、ちょっと不愛想的にこう報道陣とかすごいされてたんですけど、もう辞められてからユニフォームを脱いだ瞬間にものすごい人だったんですよ本当に。でもう斉藤さんこうなったら営業しますよ、1990年のハッピーセットで全国回りましたよっつってはい、斉藤さんはね、その篠塚さんの幻のホームランで負けが消えましたから、うん、ああそうなんです。まあまあ僕3対3の同点ですが、僕も負けがついてないですけどね、はい、ハッピーセットでね、斉藤さんまたよろしくお願いしますハッピーセットねハッピーセットはい、ここでもう一方中継がつながっております。中継がつながっている、どういうこと、はい、どういうことでしょう、どういうことだよ。もしもーし、はいはい、こんにちはどうも、斉藤まさきです